ヒロモスです。ガンプラ講座、とりあえずやってみよう。超軽量エポーパ。モデルはミカエルス、ブルーナイト。まずはブルーナイト、ミカエルス。四つ目を二つ目にしてガンダム顔にしました。そして青を基調に塗装。着弾した回収セットもつけてます。ランスが似合う。シールドを赤縁にしたのはギャンに寄せようとした名残です。ミラソウル射精ブースターをセット。青がよく似合う。さてどこを持ったでしょうか。使ったのはこちら、ミスターホビーのエポキシパテ。超軽量、まさに書いてある通り。あと接着力も完璧。さてどこですかね。実はここ約1ミリ延長してます。削りやすいし何よりくっついてる。あえて段差を出したかったんですが、綺麗に面取りできてしまいました。本当にいろいろやりやすいです。わかりませんよね。そしてここ上にあった十字の穴を埋めてガンダムらしくヘルメット風にしました。ここまで接着力あるなら思いっきり上側持ってもよかったかも。少しガタガタ、この角度なら理想通り。ガンドアーム完走。サイコピラーも内蔵されてます。高機動型モビルスーツ、ブルーナイトミカエルス。果たしてパイロットは誰か。アンチドートは何を無効に。以上ガンプラ講座、超軽量エポーパミカエルスブルーナイト。よろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ヒロモスです。